体験を自分の言葉にする。自分の言葉で自分が体験したことを語れない。友達関係も恋愛関係も会社の中で働くというのも常に自分を表現し相手のことを理解しなければいけない。で、体験の言語化ではまさにそのことをすごく重要視をしていて、他者とのコミュニケーションの力が伸びる。言葉にすることで行動力、問題解決力を身につける。今だからこそ身につけたい力、体験の言語化。